ユニオンマーケットっていうところに朝ごはん食べに来ました。Life is beautiful.やっぱり今日はレートもらえないけど、うん、アマゾンから50ドル。ほら、すごいね。Good job, Dylan。当たり前じゃんね、ホテル代払ってんだからさ。うん、だけどまだアノイングだよ。一言。ジョン。55からのハッピーライフ。これ僕、卵とチーズだけ。うん。マミも。じゃあマミもそれ。どういうチーズ？え？じゃあ、モッツァレラ。どういう？こういう。トースト？うん、トースト。ここはなんか、ニューヨークでいうとチェルシーマーケットみたいな感じで、すごいグルメストアばっかりいっぱいあって。あれ、ここ？リリちゃんは？ここ、ここ。あ、もう30ドルだけだった。何が？アマゾン。まあでもいいじゃん。だけどもっとプッシュしたの。ああ、ホテルいくら払ったかとかって言えばよかった。わあ、兄ちゃん何頼んだの？スムーディーボール。それがスムーディーボールっていうの？うん、おいしそう。おいしい。おいしい。来ました。え、デア君何のコーヒー頼んだの？え、普通のアイスコーヒー。これマミの。わ、ありがとう。マミのアイスコーヒー。これです。じゃあ食べよう。すごい美味しそう。これすごい素敵じゃん。これちょっと重ねてみて。ああ、これで重ねる。そうそうそう。これいいなと思うんだけど、ショーケース。ちょっとこれなんか安っぽいじゃん。安いから。こっちの方が良くない？そっちの方がいいよ。ここキャストアイロンセクション。これあるといいね、このこれ。このこれ。ね。うん、え、いいじゃん、これ。それステーキとか大きさいいと思う。うん。一人だったらいいけど、二人だったら、あ、うん、でも大丈夫。え、これとかもいいね。これで下手にやったらちょっと危ない、うん、あれしたくない。普通のスポンジで洗うだけ、うん、そうそう。それであのシーズニングしないと。オイルして、そうそうそう、うん、オイルして。あ、これあ、思った。ちょっとこれ何、これ餃子とかやってみる。このシリーズ、これ12インチで30ドルで、うん、これ2ドルぐらい安くて小さいからこのやついいでしょ。うんうんうん。そしたらリア君クッキングしながら鍛えることもできるよ。鍛えるって？
トレーニング、ウェイトレーニング。ティラン君はこれからお友達のバースデーパーティーに行きます。私運転していい？かわいいな、素敵。え、ちょっと and be a great student. If you have that strong will, you have to be serious. And why are you laughing? じゃあやめて。なんで？じゃあもう一回。No, no. あ、じゃあここの前で swear with the American flag. I'm gonna try my best. I really hope in the future, or no, I will in the future try my best. Successful, whatever. If I change my mind about law school in 2 years, then I'll become a successful economist. I don't even want you to try.じゃあもうこれやめろ。 Your best. I want you to do the best. Say it. It's the same thing. I will do my best. No, not your best. Because your best and my best are two different things. Okay, let's go. ちょっと。今のかっこよかったね、リリちゃん。うん。何？今美味しいよ。これもいいね。あ、上山じゃなかった。何これ？居酒屋だって。あそこにイが入ってたら上山。上山。ディディちゃんの居酒屋になるね。うん。りんちゃん、もう一回やって。No. あれ見える？ワシントンモニュメントと国会議事堂もあったよね。あそこにちょうど目の前に見えるのが国会議事堂です。りんちゃん素敵だね、あそこ。ティラン君のお部屋ですけど、夜になったら向こう側がガラスになっているので、あそこに国会議事堂が映って見えてます。かっこいい。ビヨーン。これが窓から見える。アクシデントが起きてしまいました。っていうか見て、よかったね。でもここで、うん、乗ってる最中じゃなくてよかった。なくてよかったじゃんねえ、リリちゃん。
これから修理しに行きます。ピューン。ここは Take a right on K Street Northwest. Then continue straight for half a mile.これからタイヤ直しに行きます。リッチ落ちないようにね。ジャー君、とんだアクシデントだったね。引っ越し中にまだ組み立ててたのにね。だけどネットスタンドできたからいいじゃん。うん、こんなに並んでる。24時間空いててよかったね。すごい。ここです。ここただ昨日はタイヤ交換できませんでした。なのでスペアタイヤかっこいい。はい、タイヤあったって。リリちゃんよかったね。音楽してるのにまだビーツ入ってる。やっぱりマミーの車スペシャルだからと思う。あの昨日行ったところの前のメッシェリーズもタイヤがないから多分こういうやつで、ここはすごいいいのがあって見つけてくれたよね。これだけあってないっておかしいと思うんだけどね。これで無事にノースカロライナまで帰れそうです。